ビクトリアマイル予想大会2022ビクトリアマイル出走予定馬からシミュレーションしてみた。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証のヤギューでございます。本日は特別動画ということで予想大会やっていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、ビクトリアマイル2022年出走予定馬の確認ということで、いよいよ海外制覇したソングラインに成長著しいファインルージュ、そして久々にダート路線に戻るソダシ、牝馬3冠のデアリングタクトも復帰戦を迎えます。過去2桁人気で激走した馬を調べると、ある共通点が見つかりました。その共通点も後ほどお伝えしていきたいと思います。そして2つ目、ビクトリアマイル2022シミュレーションということで、どんな隊列での競馬になるのか枠順も出走馬も確定しておりませんが、どんどん考えていきたいと思います。注意事項といたしまして、この動画は通常の5分でわかる外形データ分析ではございません。ただただビクトリアマイルの予想を楽しむのみの動画でございます。ビールやおつまみを用意してご覧ください。なお外形分析についてはレース1週前に公開予定でございます。外形過去データ該当馬に関しましては、重賞レース前日19時までに LINE でお送りさせております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。さあそれでは順を追って行っていきたいと思います。ビクトリアマイル2022年の出走予定馬でございます。こちら左にまとめてみましたが、皆さんもう狙い馬決まってますかね。なかなかいいメンバーが揃ったんじゃないかなと思います。さあおなじみのですね、皆さんもお決まりですかというところでございますが、過去のね人気を確認していきますと、一番人気の勝利はね、グランアレグリア、アーモンドアイの2頭しかいないんですよね。まあ過去5年でね、一番人気が3頭走ってるということで、まあ一番人気の信頼度はそれなりにっていう方もいるかもしれないんですけれども、やっぱ勝ったのがね、グランアレグリアとアーモンドアイしかいないっていうところはね、なかなかちょっと注意点かなと思います。あとですね、その一方で2桁人気が3年で絡むということが起こってますんで、まあ、結構ね波乱ということで考えていいんじゃないかなと思います。ちょっとね穴馬もね考えながらね、今回見ていきたいと思います。さあそれではこちらご覧ください。過去ね5年間の、まあ、傾向なんでございますけれども、まあ、ルメール騎手がね5年で3勝ということでね、ちょっと強すぎるんですよね。まあ立東所属馬が9頭で、で美穂の所属馬が6頭という感じの構成になってて、まあ、立東がね最近はやや優勢かなということになっております。まあ、遠征になるんですけれども、まあ、立東の馬が強いということでね、まあ、輸送があるからとかいう理由で消すということはしない方がいいかなと思います。2016年か2018年は立東所属馬が結構独占してたんですけど、まあね、2019年からは美穂の馬も少しずつ巻き返していくという傾向になっております。そしてですね、一番人気での勝利は2頭とも先ほどお伝えした通り、アーモンドアイとグランアレグリアなんですけれども、もう単勝数1倍台ということでね、超カチカチ馬でございました。でね、まあ、この表を見ていただいて気になるところ、まあ、人気のところに赤色に塗ったんですけれども、10番人気で2着したランブリングアレー、2019年ですね、11番人気で3着したクロコスミア、2017年に11番人気で2着した電光アンジュ、この2桁人気での激走馬って何で走ったのか結構気になりませんか。一応あの馬の名前のところ赤色に塗っているのはこれ、あのリピーターでございます。リピーターでもないのに人気がない急に走り始めた馬、これね今回ちょっとゆっくり見ていきたいなと思います。さあまずはね、クロコスミアと電光アンジュですね、こちら確認していきたいのですけれども、クロコスミアが父ステイゴールド、母父がねボストンハーバーでございました。で主な重賞構想歴といたしましては、札幌2歳ステークス、アルテミスステークス、府中牝馬ステークス、ローズステークス、エリザベス王杯などという感じでございます。ステップといたしましては、阪神牝馬ステークスを5着してビクトリアマイルに向かってきました。そして右側、電光アンジュでございます。父は名将サムソンで、母父がマリエンバード。そして主な重賞構想歴というのはもうアルテミスステークスしかございません。で福島牝馬ステークス4着からのステップでございました。このね、まあ、この2つ見ていただいて、ちょっと共通点ね、あの挙げさせていただきたいと思います。まあ、どちらもね、あの非ディープインパクト3区なんですよね。まあ、このビクトリアマイルってかなりディープインパクト3区がもう活躍するレースなんですね。まあ、府中のマイル戦なので仕方ないかと思いますけれども、どちらもね、ディープインパクト3区ではないということでね、ちょっとまあ人気を落としたのかなっていうところがあります。で、前走もしっかり敗戦してくれているんですよね。まあ、敗戦してくれているという言い方がいいかどうかわからないんですけど、まあ、この5着とか4着にね、その G3 とか G2 で負けたことによって、人気のモーティーになっているわけですよね。そしてね、共通点2つ目なんですけど、これかなり重要で、東京マイルの牝馬限定重賞ですよね、アルテミスステークス、これをね、どちらも構想してたんですよね。
だから府中の 1600m 線の適性があるにもかかわらず、まあ、着順とか金子の成績とか、まあ、そういうようなところを含めて人気を落としたっていうことではないですかね。まあ、この適性がある馬ね、今年も探していきたいと思うんですけれども、アルテミスステークスで好走した馬を探そう、このパターンね、覚えていただきたいと思います。そしてね、もう一つこの馬ですね、ランブニングアレ、こちらも人気薄での激走でございました。父ディープインパクトで、母父がシンボリクリスエスでございます。主な重賞構想歴といたしましては、中山牝馬ステークス愛知杯フラワーカップということになっておりまして、まあ、前走がね、中山牝馬ステークス1着、中山牝馬ステークス1着しているのにもかかわらず人気がなかったというパターンでございます。で、まあ、大発見といたしましてね、1つ2つあるんですけれども、まず1つ目ね、実は愛知杯2着の際に勝ち馬だったマジックキャッスルですね。これマジックキャッスルもビクトリアマイルを3着に放送してるんですよ。だからこの愛知杯かなりね、相性がいいのかなと思います。そして、ね、大発見2つ目なんですけれども、愛知杯とフラワーカップで好走実績がある、その馬ですね、ノームコアという馬がいるんですけど、皆さん思い出していただけますでしょうか。はい、お友達馬としてね、ノームコアちょっと右上にね、上げさせていただきましたけれども、ビクトリアマイルを2戦して1勝3着1回なんですよ。もうめちゃくちゃビクトリアマイルマスターなんですよね。で、この馬の主な重賞構想歴って、シオンステークス、愛知杯、フラワーカップ、フローラステークスなんですよ。で、中山牝馬ステークスを7着してから挑んでくるという、まあなんかステップもすごい似てるっていうね、で走る部分もすごい似てるので、まあ、かなりね、似通った傾向を持っていたということなんですよね。で、まあ、愛知杯、フラワーカップ、好走馬が穴馬だということでね、これがまあ2つ目の条件でございます。この2つね、ちょっと頭に入れながらね、まあ、今年の馬ね、しっかり見ていきたいかなと思います。さあ、勝手なまとめということでございますが、今のね、忘れないようにちょっとまとめさせていただきました。まず大発見の一つ目ですね。こちらはクロコスミアと電光暗示からの学びでございます。東京マイルの牝馬限定重賞アルテミステークスで好走しているというところでございます。で、今年の出走予定馬の該当馬ですね、こちらはソダシになります。そして大発見の二つ目ですね、愛知杯とフラワーカップで好走実績馬を探せということでございます。こちらはランブリングアレンとノームコアお友達という説ですね、まあ、これ柳生が勝手に作ったものでございますが、まあ、こちらに、ね、該当しております。今年の該当馬に関しましてはマジックキャッスルとデゼルでございます。マジックキャッスルは、ね、昨年も好走しているので、まあ、ちょっと、ね、注目されるかもしれないですけれども、まあ、デゼル、ね、巻き返しあるかもしれませんのでね、今年注目してみてはいかがでしょうか。さあ次の、ね、ページに行ってみたいと思います。次はですね、出走予定馬、これじっくり見ていきたいかなと思います。まずはですね、赤糸、こちらはね、宝塚記念ね、個人的な期待してたんですけれども、ちょっとね、やっぱり金庫賞で先行してくれたんですけれども、まあ、ずぶさがあるなっていう、反応もね、そんなに鋭いタイプではないですし、まあ、いきなりね、これマイル戦にしてしまって大丈夫なのかなっていう、追走もできるかなっていうところもあるし、反応もどうかなっていうところがあります。で、次にエイシンチェラですね。まあ、現状ね、3勝クラスなんですよね。まあ、3勝クラスを勝ち上がったのみですので、重賞ではね、2戦着外でございますので、ちょっと能力的な部分がね、心配ですね。で、シャドウディーバですね。控える競馬で、まあ、出たね、持ち味が、まあ、先行競馬がね、ちょっと消えてしまってるかなっていうことでですね。まあ、ここ2戦ね、ずっと先行してるんですよね。まあ、その部分がね、どうかなというところでございます。まあ、後方待機策の時に、ね、東京マイルすごい得意だったので、まあ、今回ね、後方待機してくれるかというところになります。まあ、安城がね、坂井隆成騎手に乗り換わるので、まあ、ちょっとね、元のその後方待機策を選んでくれるかというところがポイントかなと思います。そして次に、ソングラインですね。もうこれはね、皆さん期待してるんじゃないかなと思います。まあ、同じような時期に行われる、ね、NHK マイルでもね、昨年2着しておりますし、東京マイルね、3戦2勝2着1回でもうレンタリー 100% なんですよ。まあ、状態さえ整えばっていうところかなと思います。そしてソダシですね、吉田隼人騎手が引き続き鞍上なんですけれども、まあ、激走穴馬シリーズに該当ということでね、まあ、赤色に塗らせていただきましたが、マイル戦はね、ダートを含め4戦3勝3着1回ということでございますので、ね、まあ、野球ね、後ほどここでお伝えしたいかと思います。そしてね、デアリングタクト、いよいよ復活でございますね。まあ、故障明けで1年ぶりということでございますね。ちょっとまあ、牝馬三冠馬なんですけれども、いきなりね、どうかっていうところでね、まあ、この辺はなんか追い切りとかですね、まあ、厩舎のコメントとか、まあ、追い切り乗るかどうかですけど、まあ、乗ってみた松山騎手のね、まあ、感触とか、そのあたりね、調べていきたいかなと思います。そしてディビーナでございます。母はね、ビクトリアマイルを連覇したビルシーナなんですよ。まあ、適性はあるのかなと思いますけど、まあ、現状はね、重賞未勝利なのでね、まあ、この馬、可能性に期待ということで、まあ、ここ経験してまた来年っていうところの方がね、まあ、可能性としてはいいのかなと思います。
そしてデゼルですね。まあ、こちら、ノームコアお友達馬ですよね。覚えていますかね。川田騎士がね、前走成長を感じているんで、ちょっとまあ今年ね、巻き返しがあるかもしれないなということでね、注意していただければと思います。ではね、残りの出走馬見ていきたいと思います。はい、こちらでございます。ファインルージュですね。こちらもね、結構気にしている方多いんじゃないかなと思います。まあ、距離は理想的ですし、まあ、あの距離がね、ちょっと長かったかなって感じられる中華賞でも2着しております。で、今年ね、明け4歳で出てきた東京新聞杯はね、馬体もしっかり成長してましたし、まあ、かなり本格化してきたかなという感じでございます。そして次にマジックキャッスルですね。まあ、昨年の3着馬で、まあ、前走あたりはね、ちょっと調子を取り戻しつつあるのかなという感じでございますから、まあ、去年走った舞台でね、今年も狙っていきたいかなと思います。そしてミスニューヨークですね。まあ、かなりね、成績が小回り向きになってるんですよね。で、まあ、今回左回りで瞬発力を問うようなレースになるので、まあ、そこが合うかなっていうところでございます。そして、メイサウザンアワーですね。はい、この馬はですね、あの赤松賞で赤い鳥の娘の2着とね、もともと素質はあったんですね。うん、で、まあ、この冬に一気に成長してきたっていうところなので、まあ、あの成長度ではね、かなり高いレベルかなと思います。まあ、ただね、いきなり G1 になるので、まあ、その能力が通用するのかっていうところはね、ポイントになるかなと思います。で、次がララクリスティーヌでございますね。左回りが4勝のうち3勝ということでね、まあ、かなり得意としております。で、前走はこの東京 1600m 勝利してっていうことなんですけれども、現状ね、3勝クラスを勝ったばかりですので、まあ、いきなり能力が通用するかっていうところは、ちょっと気も、まあなんか、気まどいかなっていう感じはします。で、レシステンスはですね、これまた今年も参戦するのかという感じですけれども、まあね、あの昨年の秋からね、かなり 1200m 向きに体を作ってるんですよね。で、まあ、香港でも好走したぐらいなので、まあ、完全にね、短距離型に体を作ってる中でのここでの距離延長というところでね、まあ、あの香港がね、あの日本馬を受け入れてくれないというか、海外からコロナの影響で受け入れてくれなくなったので、行けなくなったっていうところで、まあ、ここに参戦するのかと思いますけれども、ちょっとね、行き当たりばったりでね、参戦してね、どうなのかなっていうところありますね。で、次にロザノワールですね。まあ、ダートでの馬ということでですね、まあ、逃げ残った2走前ですけれども、まあ、このメンバーではな、さすがに厳しいかなと思います。で、次にロータスランドですね。まあ、あの、この馬ね、マイルでもいいんですよね。あの関谷記念ね、空手の2着してますし、まあ、スピード寄りのレースとかになってくれば、かなり面白いんじゃないかなと思います。はい。ということでね、出走馬見てみましたけど、皆さんどうですかね、もう狙い馬決まってますかね。もしね、なんかこの馬行くぞとかね、この馬ちょっと、あと外球ですかみたいなね、ことがあれば、ぜひコメント欄に入れていただければと思います。それではまずね、そんぐらいお話していきたいと思うんですけれども、父が絆でサンデーサイレンス系で、母父がシンボリクリステスのロベルト系でございます。ではね、まあ、すごいポイント、まず2つからいきたいと思います。まず1つ目ですね、東京では連帯率 100% で G1 の2着を含むということでございます。まあ、詳細見ていきますと、東京競馬場では4戦2勝2着2回で、さらにそのうちの1戦が牡馬混合の G1 でございます、NHK マイルでございました。そしてね、まあ、偶然、まあ、メンバーが弱くて勝ったみたいなこともあるので、一応ね、メンバー書きますと、シュネルマイスターと花さんの2着で、グレナディアガーズを2馬身半突き放す競馬でございました。まあ、どっちもかなり強いですからね、本当に馬の能力というのは、もう本当にトップレベルですよね、これね。で、次にですね、ここがすごいのポイント、2つ目でございますけれども、これね、血統を離したときに、あれと思った方いるんじゃないですかね。あの先ほど、ランプリンガーライで書いたんですけれども、まあ、あの馬ね、父がディープインパクトだったんですけれども、まあ、こちらはね、ランブリングアレイの父がその子供の絆になったシリーズでございます。まあ、父ね、シンボリクレセと同じ血統傾向なんですよね。なので、NHK マイル走ってるの、もう、まあ、納得いきますよね。かなりその東京マイルに強い血統だったのかなと思います。そしてね、ここが心配ということなんですけれども、こうルメール騎手が乗れるかどうかっていうところなんですよね。今、まあ、動画を撮ってる時点でルメール騎手が乗るかっていうのがまだ決まってないんですよね。ファインルージュもいますし。で、この馬はね、賞が4勝挙げており、そのうち2勝がルメール騎手なんですよ。で、ルメール騎手が騎乗した際は、2戦2勝で、もうルメール騎手が騎乗できるのは 20% 増しって考えていいんじゃないかなっていうぐらいなんですよね。そして、あの冒頭にお伝えしましたけれども、過去5年で3勝がルメール騎手なんですよ。もうすごいですよね。だからルメール騎手が乗るか乗らないかっていうので、もうかなり変わってくると思います。もうこの馬としてはかなりルメール騎手に乗ってほしいなっていうところで、ルメール騎手が乗るのか乗らないかっていうところはね、最後まで確認していただければと思います。そして次にファインルージュでございます。父が絆で、母父がボストンハーバーでございます。で、この馬もね、見たことありますよね。
ね、クロコスミアとはちっち違いですがね、あの同じ系統傾向でございます、はい、で本格化してきた4歳馬で前走4歳初戦の東京新聞杯ではね、一気にプラス16キロということでね、かなり馬体が増えました。でこれは冬の成長分でレースでもボバ相手に2着と構想しているんですよね、デビューからですね、まあ、8戦して馬券が1回のみということでですね、かなり安定感がある馬という感じでございます。まあ、安定感があるところにね、まあ、成長が加わってというところで、まあ、プラスアルファの部分があるんじゃないかなと思います。そしてね、ちょっと心配な部分ですね、まあ、こちらをお伝えしていきたいと思います。心配な部分なんですけれども、まあ、エンジンのかかりがね、少し遅いかなっていうところがあります。まあ、それに関してはですね、あの瞬時に加速できるタイプではございませんので、まあ、直線のね、長い東京向きかなとは思うんですけれども、まあ、前走ね、若干不利があったんですよね。でまあ、ルメールキスもカットされたっていうところでね、話してたんですけれども、まあ、再度ね、エンジンをちょっとかけ直すっていうところになると、まあ、かなりね、あのロスがあるのかなと思います。まあ、なるべくね、直線に出されてね、スムーズな競馬ができるかなっていうところになりますので、まあ、その部分ね、あの結構心配かなと思います。うん。まあ、枠順とかもね、結構大事になるのかなと思います。逆になんか、うちで、こう、なんかスムーズ、差をかくよりかは、まあ、外枠でね、流れに乗って走る方が、能力を発揮できるんじゃないかなと個人的には思ってます。それでは今回もねやっていきたいと思います。野牛のおすすめコーナーでございます。今回はソダシにさせていただきました。いや人生初ですかね、ソダシをここで取り上げるようなね、はい、父クロフルで母父がキムクハミハミヤということになっております。で、ね、まあすごいポイントね3つ挙げさせていただければと思います。芝ダート関係なくマイル戦は必ず来るということでございます。まあ、デビューから、ね、1600m 戦を、ね、4回走っているんですけれども、まあ、3走3着1回ということでですね、もう馬券内率は 100% でございます。まあ、しかもねその3着って、まあ、ダートのね本当スペシャリストが揃うダートの G1 フェブラリーステークスでのものですから、まあ、能力はね本当に相当だと思います。そして2つ目のポイントでございますね、グロコスには電光暗示からの学びというところで該当しておりましたね。まあ、こちら先ほど発見しましたけれども、アルテミステークスの高層馬という条件を満たしております。しかもね電光暗示も同じパターンなんですよね。父はノーザンダンサー系で、まあ、非サンデー系というパターンでございました。この馬もね黒船で、まあ、あのバイスユージェント系ということでノーザンダンサー系なんですよね。なのでちょっとその点もね似通っているかなと思います。そしてここがすごいの3つ目でございます。秋華賞とねダート挑戦でこれ印象操作されてるんですよね。まあ、どういうことかと言いますと、桜花賞馬ってもう最近出走したのあのグランアレグリアとかあとアーモンドアイなんですけど、これ単勝がね 1.3 倍とか 1.4 倍なんですよね。でこの2頭ってもう成績ね、あの過去の見ていただくと分かると思うんですけども、ほぼ1着なんですよね。やっぱり強かったですから。でもこちらは、まあ、10着12着3着とね、なんかそういう風なね馬柱になってますので、まあ、到底1倍台にはならないぞっていうような感じでね、結構ね配当的に美味しいんじゃないかなと思いましてね、まあ、今回紹介させていただきました。ダート挑戦で配当美味しい電光暗示の魂を受け継ぐ馬ということでね命名させていただきましたが、いかがでしょうか。それでは最後にねビクトリアマイル2022シミュレーションを行っていきたいと思います。まあ、コースなんですけれども、ワンターンでね、まあ、かなり広いコース形態になっております。まあ、そしてね直線が長いのが特徴でございます。まあ、ペースはね 1200m 線で逃げたレシステンシャがねこう握っていくんじゃないかなと思います。やっぱりねその短距離の 1200m 線で逃げちゃうと、ね、もう次我慢するって結構難しいかなと思うんですよね。で、まあ、ソングラインとかあとファインルージュがね、まあ、ルメール騎士だとすると、まあ、ペースとか見ながらでね府中でも ある程度ポジションをね上げていったりとかするジョッキーなので、まあ、その点がね鍵になるかなと思います。まあ、野球期待のね、ソダシちゃんでございますけれども、まあ、ソダシさんね、スタート上手なので、ある程度、まあ、先行した位置につけれるかなと思うんですけれども、まあね、レシステンシャがね、どの辺まで耐えてくれるかなと思います。もう直線ね、早めにこう抜け出さされたりすると、ちょっと嫌かなって感じですよね。ファインルージュとか、やっぱそんぐらいの方が、切れる足はね、もう全然向こうの方が上だと思うんで、まあ、ある程度ね、早い段階で目標になっちゃうとかすると、まあ、最後ね、苦しいかなと思います。ということでね、まあ、この展開的なポイントといたしましては3つ。まあ、まず1つ目ですね、レシステンシャの頑張り。もうこれ祈るしかないですよ。レシステンシャは本当、ちょっと直線途中ぐらいまで頑張ってくれっていう感じですね。あとね、2つ目ね、ルメール騎士が動くかどうかということでございます。ルメール騎士はこれファインルージュ乗るのか、そんぐらい乗るのかでも結構変わってくるかなと思いますね。はい。
で3つ目、そのソダシが早めに抜け出すか抜かされないかっていうところでございますけれども、いや本当にねソダシ最初、まあ、先頭に、ね、早めに1投だけになっちゃうっていうのはちょっと嫌かなと思いますね。うん、ある程度こうレシステンシアでやり、ちょっと ローザノワールがね残ってるっていうのはちょっと考えづらいんですけれども、まあ、ある程度ねその逃げた馬、ソダシより前にいた馬がペースを握って、まあ、それをね目標にこう動い徐々にこう動いていくような感じで、まあ、じっくりねみんなにも足を使わせたいですよね。うん、瞬発力勝負になると結構しんどいかなと思うので、まあ、そのあたりがねどうなるかというところでございます。ちょっとね他力本願なところはありますけれどもね、過去2桁人気でね走っている馬の共通点がありますから、まあ、そうだしね野球的な楽しみかなと思いました。そしてね、まあ、最後ですけれどもね、まあ、だるい作業はね、野牛に全部お任せください。あの最終的な外球馬とかね、データ該当馬に関しましては、もう出走馬が確定いたしました後にね、レース前日、LINE でお送りさせていただいております。まあ、この馬の外球どうですかとかね、聞いていただいたら、あの 一応一覧表にはまとめてるんですけれども、もし分からなくなった場合とかもね、すぐに LINE いただければと思いますのでね、全然気にせず、もうだるいところはもう全部野牛にお任せください。下の概要欄からね、1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。週末重賞の外形分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外形情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よしいいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。